奥宮武行から1911年1月24日は自由民権運動で活躍した日本の社会運動家。高徳事件で処刑された12名の一人であった。土佐国土佐軍布志田村に生まれる。父の奥の宮増祭、欧明会に対決する者として、馬場大石正美、西村玄道らと国友会を結成した。浅草井村郎での演説のために、 東京孵化の演説が禁じられたので、公尺誌の観察を受けて、芸名、先制道革命で石堤に出、公団に託して、自由民権を説いたが、石堤主人と共に罰せられ、竹行は、集会条例違反で、計禁錮1ヶ月に処せられた。それに続き、人力車夫を急行する、車回答を結成する。東京馬車鉄道の不設で失業した車夫に着目し、 竹内綱の抱えの三浦亀吉という親分を説得、終戦させ、集まった者には、いくらでも酒を飲ませるというビラを巻き、1882年10月4日、神田明神境内で人力車夫大懇親会を開いたのである。304名が集まった。懇親会はさらに1、2回開かれたが、竹内は出席しなかった。これは巡査に暴行したとされ、 石川島監獄に収容されていたからである。12月7日、車回答規則が発表され、1883年9月24日、決車禁止された。竹雪の東国で、車回答は自然消滅状態となった。1883年出国し、鹿児島に赴く途中、名古屋市に立ち寄った際に、名古屋事件に関わった。愛知県内の一部自由党員は、 板垣大輔の演説、星通るの遊説などにも煽られ、政府転覆の陰謀に強本していた。軍資金を得るべく不合強奪の強行に出たのは1884年8月であった。しかし目的を達することはできず、きと警官と衝突、その幾人かを切った。10月、竹行が自由党大会のために大阪に行っている間に、同志が白昼、 大草村役場に切り込み、国税を強奪した。一味は次々に検挙され、竹行は、関係の目を逃れつつ、各地を転々としていたが、1885年1月、東京で今めされ、名古屋に護送された。未決交流中は脱獄も試みた。1887年5月、判決が言い渡されたが、一味の告示犯としての扱いはなされず、 強盗殺人事件として、死刑数名、竹行は、無期時計であった。スが州次官、宮城州次官と点々として、1889年秋、北海道の川戸州次官に移された。ここでも脱獄を試みた。これに先立って、板垣、片岡健吉、林雄三らは、自分たちが憲法発布の観点に漏れたことを遺憾とし、国事犯に準じて、 特赦復権に良くしたいと運動していたが、板垣が第二次伊藤内閣内省の地位に就いたのでついに1896年7月、同志らと共に釈放された。1910年、高徳周水から爆弾の製法を聞かれたことにより、高徳事件で逮捕され、死刑判決の言い渡しを受け、1911年1月24日に、軽死した。年53、墓は、 東京都豊島区の都営染メイ園にある。ありがとうございます。